数発見モモが欲しいかな。なんだろうね。ドリームチェイサーです。今回はこちらチーカーの新商品ルーレットキャンディーと、これキャンディーケースかな、あとガシャポンとチーカーのミニナノを紹介していきたいと思います。はい、ガシャポンはちょっとチーカーのガシャポンだけの特別バージョンも今度やろうと思ったので、とりあえずね今回は1回回してきました。ミニナノは手前から3つを取ってみました。何が出るかな。はい、では早速ちょっと気になるでかいちーちゃん開けてみましょう。こちらは、あ、ごめんなさい、飴じゃなくてラムネっぽい、はい、ちーかミニケースです。雑貨屋さんでゲットしました。はい、とっても可愛いんですけど、これ他にもいろんな種類あるのかな、ちょっと残ってるのがちーちゃんだけだったので、ちーかちゃんだけだったので、はい、これだけね手に入れてきたんですけど、取れた。あー、なんかこんな感じか。じゃ、貯金として。はい、開けます。おー、え、でかいんだけど、なんかでかくない？ポリッとした感じじゃなくて、昔ながらのしっとりラムネな気がする。結構いただきまーす。美味しそう。分厚。全部で5個入りですね。ひんやりする、口どけよくってサラサラと溶けてく感じで、なんだろう、小さい頃のこれぐらいの大きさのがいっぱい入ってるやつのでかい版な感じ。美味しい、これはすごく美味しいよ。では続いてはこちらルーレットキャンディー開けていきます。酸っぱいキャンディーにご用心ということで、酸っぱいパウダーは入ってるんですけれども、パウダーだけじゃなくってキャンディー自体が酸っぱいキャンディーもあるらしくって、しかもランダム、わかんない感じになってます。はい、この中にはマスキングテープも入ってて4種類あるんですって。どれも可愛いけど、今日はどんな感じかなあ。お、個包装のデザインも4種類あるみたいですよ。可愛い、中がわかってるのも嬉しい。ノーマルキャンディー8個、酸っぱいキャンディー4個。3分の1の確率って結構高いけど。おお、下もなんか可愛い。ルーレットとかも入ってる。よし、じゃあ開けてみよう。マス手は、あ、こんな感じで、今回はウサギですね。おお、ほほーとかも書いてるし。これは可愛い。ピラピラーって伸ばしていくと、チーカーやハチアレが映ってるところもありますね。これですね。上から3番目のやつ。あー、いいですね。結構太めで、使い勝手良さそう。約2センチかける3メートル。3メートルあるといいよね。はい。おー、キャンディーこういう風にあるけど、パッケージ、ムキムキのウサギとか最高すぎない？とは、ムチャウマンというやつと、なんとかなれと、いやー。じゃあ、ムチャウマン食べる。よし。一個食べてみよう。あ、色は可愛いピンク色だよ。中に酸っぱいパウダー入ってるみたいだけど、周り。ね、パクッとした瞬間にわかるのかしら。いただきます。うん、あのね、もう口に入れた瞬間当たりがわかる甘さでした。なんか桃味キャンディーって書いてますけど、ノーマルはなんかね、ミルク味の桃味って感じ。あといくつか開けてみよう、酸っぱいのが出るまで。これはどうかな？見た目わかんないね。いただきます。うん、これもね、ノーマルキャンディー。やばい、むしろ外れの確率上げてるだけじゃん。やばい、なんとかなれいくか。色は同じ。
ノーマル。どうしよう。うさぎ、ムキムキ。やばい。ノーマルです。食べ終わったから、続き、頑張って、行ってみよう。酸っぱいの当たるまでね。いただきます。濃い濃い酸っぱいの。甘い。濃い濃い酸っぱいの。甘い。やばい。酸っぱいの残しの天才になってしまう、これでは。いくよ。なんとかなれー。甘いんだけど、やばい。え、酸っぱいの入ってないんじゃない？いただきます。甘いんだけど、あ、でも食べた中に一個だけなんか酸っぱいかもしれないキャンディーはあるかも。でも基本的にそんなに酸っぱくない。なんかわかんないかも。この部分の酸っぱいパウダーはガリッと噛めば、ちょっと酸っぱめのが、レモン味っぽい感じのが、こう、さらっと出てくるから酸っぱいなと思うんですけど、キャンディーの酸っぱさはあんま感じないかもな。まあでもどれも美味しいってことで、よしとしましょう。酸っぱいパウダーも、最後まで、噛まずに、舐め切るような感じで食べてると、程よーくね、ほんの少しずつ出てきて、最後まで甘いキャンディーとして美味しく食べられます。ほんのり酸っぱみが来て、ちょうどいい感じになります。美味しい。はい、では気になる、こちらのガシャポン開けていきましょう。ちいかわちゃんだ。あ、ちいかわちゃん、労働してるじゃん。はい。レモンの箱、レモンにシール貼ってます。頑張ってるね。いやー、かわいい。え、立ってお仕事してるの？めっちゃ頑張ってるじゃん。いやー、いいね。電池の交換方法も載ってます。適合電池は SR626SW だそうです。はい。電池の交換は必ず大人の方が行うか、最寄りの時計店へご依頼くださいと書かれています。はい。プラスマイナスね、間違えないようにやろうねと書かれてます。はい。ちょっとこの紙をなくしちゃう人もいるのでね、一通り載せておきます。はい、参考にしてもらえたらいいかな。今回のちいかわ一緒に頑張ろうダンボールウォッチ2は全部で5種類。ちいかわの労働、うさぎのお絵かき、ハチオレのやりたいことリスト、シーサーお酒の資格、モモンがうまみとなってます。個人的にはね、ハチオレのね、シールをお手手につけてるのと、モモンが楽器になってますので、また回してみたいと思います。はい。でもね、1と合わせて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが揃ったの、本当に嬉しい。では、ラスト、こちら、ナノブロック開封していきたいと思います。もうね、一気に組み立てちゃうよ。はい。じゃあ、1個目。一番手前のやつ。ちいかわとか、順番通りに来てくれるのかな。お、ぽい？これは？ちいかわちゃん？あ、顔を貼るタイプかー。ちいかわでした。だよね。え、じゃあ意外と組み立てるの難しいかな。顔がついてないのか。なるほどー。だし、このパーツでこう組み立てるならやりやすいかなと思ったんですけれども、予想外だったわ。じゃあ2個目8割かな。この並びで並んでるとしたらちょっと嬉しいよね。次は後ろの3つって感じで行ってみよう。
はい、8割。いいね。これは嬉しいわ。2とか出ないかな、あの子とか、パジャマパーティーズとか、ひよりさんとか、いてほしいよね。はい、うさぎ。はい、では、ちいかわ8割うさぎ、作っていきたいと思います。ちょっとね、ここ気になるポイントっていうのを組み立ててる間に、ね、感じたとこあったら紹介していきたいなと思いますが、基本的にはなんか、そんなに難しくないですね。こうやって上に重ねていくんだ。なるほど、なるほど。まず顔を作って、で、ボディを作って上に乗っけるって感じ。で、シール貼ったらおしまい。生ブロックは小さくてね、細かいパーツなので、全部は一気に出さないで、チーカーちゃんだったらチーカーちゃんだけ全部終わるまでは、他のパーツは出さないようにしてやっていくのがいいかなと思います。いっぱい買ってもね、一つずつ、組み立てていきましょう。もう言われた通りに、このポチポチの、数とか、角度ついたやつとかっていうのを、その通りに並べていくだけでなんとかなるので、頑張ってやってみてください。私も頑張って完成させてしまいます。はい、じゃあ頑張って完成させてしまいたいと思います。ほんとね、ナノブロック小さいんですけど、丁寧に扱っていきましょう。はい、ということで、それぞれ顔と体出来上がりました。体の部分を見てみると面白いですね。この、3連パーツのところに1個のパーツを、まあ真ん中ら辺につけてこれを足にするみたいな感じ。尻尾もしっかりあって可愛い。顔の部分はこんな風になってます。後ろはこう、前はこう。で、このシールを貼っていくんですけど、シールの形もお顔っぽい形にはなってます。ほら、こんな感じ。ちゃんと角のところがこんな風になってます。で、貼る場所のポイントとしては、この顎の口の下の点みたいなのが、この下の部分にかかるぐらいでやるとなんかバランスがいいみたい。だから貼るとこんな感じ。で、体とくっつけてあげると、はい、こうなります。かわいい！かわいい！予想以上にブロックなのにめっちゃかわいい。結構バランスも取れてる。はい、チーカーは完成。尻尾があるからね、ちょっと斜めになってもね、通れない。はい、そして8割の前の部分ですね。前髪のところ、これパッツは8割っぽい感じになるんですけど、はい。ここ。こちらもちょっと幅広な、パーツになってて、これを真ん中の部分は1個で止まってるので、このパーツに寄せる感じで、はい、こんな風にします。あとは4連パーツで上からカバーをして、で、この2個目の端のところに1個パーツを置きます。そうすると8割のお顔完成。外れてるところ、キュッとね、入れてあげよう。しっかりね。ここで形をしっかり整えてからシールは貼ります。8割とチーカー一緒に買ってきて迷った時には、ポチッとした眉毛が8割です。8割も、こちらのシール、顎のあたりが下の、ね、ここに当たる感じ。このバランスで。まあ、置いてあげればいいのかな。もうちょっとこっち寄りでもよかったかな。ちょっと表情のついた8割になっちゃった。はい、ボディ部分、8割は尻尾、ちゃんと青になってます。こういう細かいところもいいですね。とっても可愛い。やっぱりちょっとパッツンっぽく見えるな、この髪。まあでもいいよ。可愛いよ。それはそれでいいから、いいんだ。うさぎ。うさぎは、この耳の部分にもすでにシール貼ってます。3つ、
一つのねパーツを三つ縦に重ねて、そこにシールを貼ってくっつけてるような感じになってます。顔の作りとかはね、ちいかわちゃんたちとほとんど変わらなかったので、どれも作りやすかったですね。うさぎの尻尾は、はい、シールです。うさぎのお顔シール大きめです。こちらも顎のあたりかな、がこう当たるように貼ってあげると、まあまあいいんじゃないでしょうか。はい、ということでこんな感じかな。ロックのパーツはそれぞれちょっと余分に入っているので、これぐらいずつ余ります。なので余っても何かこう失敗したかなと思わなくても大丈夫。ただあのそこまで余裕があるわけでもないので、各パーツ1個ずつぐらいしかないので、落とさないように気をつけて作りましょう。はい、ちいかわちゃんたち、今回はねお手本さんがいてくれるから、よりなんかね、あの完成度が比較できていいんじゃないかなと思います。ナノブロック思ったより簡単に作れて、それぞれのねあのお顔の作り方、あの組み立て方も変わらなかったので、このシリーズはまとめ買いしても大丈夫だと思います。はい、後半に残ってるのがモモンガ、クリーマンジュ、ラッコってね、ちょっとこちらは顔のパーツ違う感じなので、これはこれでねゲットして、あの作り方紹介していこうかなと思います。いやー、サイズも可愛い。ソフビとかよりは小さいかな。サイズ感的にはあのリネットフレンズとかそっち系が同じくらいの大きさでいいんじゃないかなと思います。一緒に飾ってあげるとより可愛いので、ぜひぜひみんなもチャレンジしてみてください。はい、というわけで今回はちいかわの新商品のキャンディーやガシャポン、ナノブロックを紹介しました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。